はい、いろいろ調べた結果ですね、こちらの8ピンのところにですね、USB の変換、の配線が、あるそうなんですね。はい、皆さんこんにちは。DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらトヨタクラウン DBA-GRS210平成25年の2月登録。先日ね、タカさんが、レビューした車両なんですけれども、ちょっと事情があってですね、オーディオ周りを外すことになったものですから、そちらの方のですね、動画の方を撮っていきたいと思います。今回私もね、初めてチャレンジしますので、どうやって外していくか、いろいろ悩みながらちょっと外していきたいと思います。それではですね、アングル変わります。はい、今回ね、なぜね、オーディオを外そうかという話に至ったかと言いますと、ここのね、センターコンソールにありますこの USB の、カプラーがあるんですけれどもね、こちらがどうも稼働してないんじゃないかというですね、ちょっと疑念がありまして、まずはですね、オーディオからここまで、ちゃんと配線がつながってるかどうか、それを確認したいということでですね、今回はオーディオを外すことに至りました。はい、それではですね、ちょっとやっていってみたいと思います。はい、まずはですね、ここの白い部分、この柔らかい部分ですね、これをですね、引っ張る。はい、そうするとこのように取れてくるんですね。ただ引っ張るだけで5箇所ですね、のクリップで止まっておるだけです。逆側もやっていきたいと思います。はい、これ意外と簡単に取れます。そうしましたら次はですね、どこを取ってったらいいのかな。ちょっとね、この USB のところも見たいので、ちょっとね、シフトの方もですね、取っていきたいと思います。はい、パーキングだとね、ちょっとここ抜きにくいので N レンジに入れまして、ここノブを外してですね、こちらを外していきたいと思います。ここですね、非常に綺麗なウッドなので慎重にやらないといかんですね。はい、意外と簡単に抜けました。はい、こちらもですね、クリップが4つで止まってるだけでしたね。あ、USB 刺さってない。こんなはずでは。どういうことだ。ちょっとですね、ステレオの方から配線が来てないことがまずちょっと見えにくいですかね。ここのね、カプラーがあるんですけど、このカプラーにすでにもう USB のところ刺さっていませんでした。本来はこちらのオーディオ、ナビゲーションからここに来るはずなんですけれども、ここにカプラーがない。で、この辺にもない。ですからね、やっぱりここをちょっと外してオーディオ裏にないか、配線がないか、ちょっとここの確認がやっぱ必要となります。それではですね、もっと外していきたいと思います。ではですね、ここ1箇所、2箇所、3箇所、片方3箇所にですね、10ミリのボルトがありますので取ってきます。はい、これね、10ミリボルトですね。最低ここ、こんなボルトがついております。これボルトを落とすと後で探すのは大変そうなので、なるべく慎重に落とさないようにやっていく方がいいかと思います。まだ抜けそうもありませんね。ちょっとまだ抜けそうにないので、ちょっと見えるボルトは全部抜いてってみたいと思います。
はい、本来はねもう外れるはずなんですけど、どうだろう、あんまりね無理強いはしたくはないんですけど、あ、いけそうですね、すいません、いや全然いけました。はい、そうしましたらですね、エアコンのところのカップラー、ここを抜きます。はい、こんな感じで丸裸になってきますね。あ、こんなはずでは、あのここのボルトは普通のボルトなんですけど、この下が2つがですね、マックガードさんの盗難防止用のボルトがついております。これあれですね、この品番を追ってですね、ちょっと取説を見ながら、USB ケーブルのことを調べていきたいと思います。はい、いろいろ調べた結果ですね、こちらの8ピンのところにですね、USB の変換、の配線が あるそうなんですね、ですからもともとついていなかったと、これが結論なんですけれども、こちらに、一応配線がですね、どうもヤフオクとかで2000円ぐらいで売ってるそうなので、こちらに挿して、先ほどのセンターコンソールの方に持っていくと、いうふうにしたいと思います。今日はですねここまででしかできないので、これで終了したいと思います。以上ですね、ステレオの脱着はこんな感じ、オーディオの脱着ですね、こちらの感じでできますということになりました。それではですね、今日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。中途半端な形で終わってしまいますが、また次回もよろしくお願いいたします。